堤防で、ここがこの川の水が一斉したわけです。こうあの大水で、それで越えてきた、越えたんです。あ、この堤防からこう一斉するっていうのはちょっと想像してなかったです。はい、ですから避難がちょっと遅れちゃったですね。大丈夫かなって私は思ってましたんで。